この寿司のカービィスーパーデラックスってあるべ。まあ、これね、最近コラボでもやったし、生放送でもやったんだけどさ、ちょっとこれをね、ちょっととあることをしたくって、今日ちょっと起動すんだよね。ちょっとね、自分の実力をちょっと皆さんに見せた方がいいんじゃないかな。この格闘への道あるべ。こちらなんですけど、まあ、何度かね、やって、まあ、なんだ、原作その、実機時代は、まあ僕もやってたんですよ。で、クリアしたんですよね。まあ、で、生放送でもクリアしたんですけど、これ生放送でクリアしたのはさ、正直、バグジーとか、バグジー超強かったんですよ。使い手がいて、やっぱ、俺より上手い人ってやっぱこれいいと思うんですよね。タイムアタック勢とかもいいと思うんだよ。ちょっと僕一人でこれいけないのかなって。何をするのかって言いますと、まあ簡単に言いますとですね、このカービィはね、例えばコピー能力を取って A ボタンを押すとヘルパーが出るわけです。これが CB として戦ってくれるわけなんですけど、そんなものはなしで。コピー能力のみ。だからヘルパー、このゲームヘルパー強いよ。うん。CBU だとしてもヘルパーがいるのといないのではね、段違いの難易度を誇るんで、今回はですね、まあ、カービィ一人の力でやろうと思います。はい。カービィ一人の力で、だから、もう CB に頼らず、うん、自分の力でね、格闘技19連勝してみたいなと思います。よろしくお願いします。じゃあ、まず取るね、コピー能力はこちらです。かわいい。やっぱ白菜かなやっぱ白菜なんだよな。一人で19連勝、とりあえずさ、これで19連勝でいけなかったら、まあ、それはもう、実力不足みたいな感じである。一人でいきますね。A ボタン禁止。うん。自分のカービィの実力だけで格闘技やろうと思います。じゃあ、レディゴー。やだよ。一戦目からメタナイトいるんだけど。一戦目から来ていい。モンスターじゃないのは確かだな。モンスターって言っちゃったけど。メタナイトじゃねえか。おぉ。こいつ苦手。メタナイト苦手だな。ガード不能攻撃とかあるからね。痛い。いや、結構食らう。ちょ、こっち来ないで。いや、やめて。ちょ、メタナイトは正直ね、めちゃくちゃ俺苦手。あ、これガンフ。クソ。ガンフなのに、ガードしちゃったな。ゴリ押せ。これゴリ押していい。よし。これはゴリ押していい。しゃあない。ゴリ押すな。これはゴリ押しなんだよな。ヘビーロブスターか。で、マキシマトマトはね、2つ、まあ、5つあるんで、これを大切に使っていきましょう。まあ、正直ね、ここで使っている上じゃ、多分19連勝は遠い。ヘビーロブスターは、後ろに回れば安全だから。このプラズマとかボムが、すっごいカービィサイドで強いんですよね。なんで、やめて、危ない。基本的にはね、このガチャ押しで。終わり。よし。OK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 。ま、ティラさんもちゃんとできてるってところをね、見せれられればいいなと思うんですけど、ま、一つ言うと、これは俺が強いじゃなくて、この白星が強いんだ。さあ、ワドルディだね。ワドルディは言うことないですよ。本当は吸い込んで倒せるだけ敵なんですけど、そんなご必要もないんで、ま、ちょっとワドルディには申し訳ないんですけど、ね、ワドルディ作品を追うことになんかどんどんさ、扱い良くなったよね。コンピューとかにもなってね、飛んでっちゃったけどね。あー、ワムバムロックはやばいなー。ちょっと使っとこうかな、マキシマトマト。19人のうち5つでね、やらないといけないんで。ワムバムロックはね、なんか、ちょっと、タイミング、ちゃんと分かれば、勝てるから。攻撃分かってるからね。じゃあ行きましょう。手を狙う。基本的には、ね、手を狙う。で、真ん中待機。で、攻撃した後にやる。オッケー。真ん中待機。真ん中を、意識する。つかみとかあるからね。ガーフのつかみとかあるんで、そこを気をつけていたい。で、これは ?OK。まあ、最悪ね、ちょっとね、自分の心情である、慎重なプレイを心がけていきたい。やっぱ、上手い人はガンガン攻めるみたいだけどね、やっぱ。やばい、殴りだね。OK!OK! うまい !OK! 白菜が強いっていうか。あー、鬼門の2連勝っすね。ま、格闘、なんかね、正直ボスの中で苦手だなーって中に入る2連勝だね。あー、来たか2連勝。2連勝はね、
まあボムでやるのが最適解みたいなとこあるけどな。二連四方は正直すげえ苦手だわ。ただプラズマが強いから、あっ、うわっ、やっちゃった、やばい、あっ、うわっ、プラズマが、あっ、あぶねえ、二連四方苦手、あぶねえ、二連四方本当に苦手。あ、ロロロララですね。まあこいつらは割とゴリ押せば勝てます。慎重にね、 HP をちゃんとキープしつつ戦いましょう。 OKOK、 さすがにねコラボでもね、正直実はこれ撮ってんのはスパデラのコラボあるじゃないですか、スパデラのコラボの前に撮ってます。だから鳴らしの意味でもあるからね、鳴らしの意味でもスパデラ実はコラボの前に撮ってるんですよ。実はこの動画敵の動きも理解してね、まあ慎重に取り回っていきたいところ。オッケー、あと1体ノード目に行こう。慎重に慎重に、プラズマ発射、オリかっこいい。あー、ダブルウィスピー打つか、まあ被弾はするかなっていう感じやね。被弾はしてしまうと思うよ。片方を潰します、とりあえず。あ、コピー能力がプラズマがなくなっちゃうのが一番怖いから、あ、やばっ、やばい、うわ、予想外の被弾、よし、あぶれ、予想外の被弾、ゴールドだけは食らうわけにいかねえ。あー、まあこの鳥さんか、どうなんだろう、鳥さんってなんかあん、なんかまあ初めて戦う大ボスではあるよね、春風とともに。でガーフのつかみあるから気をつけて、ガーフのつかみがちょっと怖いな。まあまあ焦らず、焦らず、焦らず、あっ、おお、見逃して見逃して、うわっ、え、やばい、え、 HP やばくね、気づいたらカービィ HP やばいぞお前。あぶねえ、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 気づいたら HP や結構追い詰められてたな。でででだようか。さすがにちょっと使っとこうかな。今、8人抜きで、残り11でマキシムトマトが3。うわ、結構ギリギリだぞ。大丈夫かな。ヘルパーがいるとね、ヘルパーにちょっと任せつつみたいなのができるんだけどね。大丈夫。でででだようは、攻撃すると飛ぶので、こんな感じです。あ、言うことないっす。こいつは、初見の時にちょっと苦労しますけど、ここで、とどまってるだけで勝てます。はい。ストーリーでも言うんですよ、こいつ。こいつのちゃ、あ、やべえ、いらんとこ、あ、ちょ待って、本当にやばい。ちょっと、油断しちゃいかんって。マジで油断してる、それは。マジで今ちょっと、ダメな油断してるわ。だって勝てる相手だもん。ノーダメで勝てるじゃん、相手じゃん。で、これで、リーザ当てるだけなんですよ。で、ちゃんと下から来るから、これ。これ下からね、カービィ追尾式のこういうファイヤーが来るんで、これだけ良ければ勝てる相手なんですよ。ちょ、完全に油断してたね、今のは。ダメだよ、そういうことしたら油断は。もう油断とか慢心がね、実況の一番敵だからね。こいつ勝てるわっていう、ので、負けるのが一番格好悪いしね、んで。はい、終わり。よし、3発です。3人組ですね。慎重に戦えば勝てます。慎重にね。プラズマだから勝てるよ。なんだそのお前のほ進み方。ポピー、よし、危ねえ。あの変な方向やめろや、お前の。一体ずつ変な被害は減らしたいね。フロスティやね、こいつは。いや、ちょっと避けられてんね。焦らせ焦らせ。オッケーオッケー。倒す。大丈夫、大丈夫。ちゃんと倒してるよ。大丈夫だよ。ゆっくりゆっくりゆっくり。ゆっくりでいいよ。はい、次。あー、ファイターのやつですね。大丈夫。手伸びるから気をつけて。オッケー。大丈夫。オッケー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 。最後は誰だっけ？バグジだっけ？まあ、4人衆なんでね。大丈夫、大丈夫。焦らず。あ、こいつもね、スープレックス持ちなんで。気をつけて。あ、気をつけて！はっ、はっ、ひ、プラズマー！
く白菜おっ危ねえ。あーもう本当に怖いわ。ガメリオアーム、なんだっけな、そこまでなんか苦戦したイメージはないんだ。ちょっとここは使わずに行きたいね。さあガメリオアームは体型と同化する敵です。でリーチが長いんだよねお前は。うわ早っ。そう割とねあんま慣れてないかもこいつ、つかみあるし。焦らず焦らず、プラズマの力に頼れ。はい、う焦りすぎ。オッケー、はいオッケー。危ねえ。これは三人衆なんでちょっと、あ余裕出てきたね。初めにメタナイトがやばかったさあここはねコック川崎の、コック川崎はつかみのリーチがやばいんで距離を取りつつ撃破するだけ。オッケー大丈夫ですよ。オッケーオッケー、距離を取りつつ撃破するだけ大丈夫大丈夫。落ち着いていけば勝てる相手ですよ。ボンカース大丈夫です、大丈夫、ボンカースはできてる相手ですよ。オッケーいいね、オッケーいいよ。ヘルパーなしでもやっぱプラズマがすげえ強えな。こうしてみるとバグジーはつかみ攻撃あるんで急な突進にだけ気をつけておけば恐れる相手ではないですね。オッケー、はい、あマジか、大丈夫、焦らず、はいオッケーオッケー、ノーダメージ、いいねいやプラズマがやっぱ強いんだよな。コントローラーは死ぬけどね。いや大丈夫、シューティング面です、シューティング面、ワンチャン挟まれたら一発死です。緊張感えぐいんだけど大丈夫大丈夫、いけるって。シューティング俺東方のルナシューターだろ、行くぞ東方ルナシューター、東方ルナシューターいける。とにかく戻る時の速度が速くなってくるから柱に挟まれなければ大丈夫。ここは一発は被弾は絶対覚悟するから、一発被弾は覚悟します。で最後にちゃんと柱に挟まれなければいい、一発は食らうから絶対仕方ないから、一発連打一発は食らうからね。でここは食らうから仕方ない、でもここも OK よし、まあここの一発被弾はねもうね必要経費だと見てます、安全なんでね、この方が。さあ、マキシムトマト食おうか、さすがに。残り5000だから、ちょっと余裕あるから、食っていいと思う。まあ、次の相手は、ドラクエみたいなもんです。ただ、一方的なドラクエになります。正直言うと。何をするかというと、敵の攻撃と自分の攻撃が入れ替わるだけです。先制攻撃。はい、L と R をずっと捉え、ね、こうやって構えて、で、あとはこうやってやるだけです。これは多分消化試合ですよ。これが3回続くだけなんで、特に答えですね。バトルウィンドウズ、何を思ったかこんな相手になってしまいました。まあまあまあ、OKOKOK。うん、まあこんな感じです。バトルウィンドウズは特に言うことないです。ファッティホイール、ワンチャンあるよ、これ。ワンチャン怖いね。基本的には、ゆっくり右から左から来るだけなんですけど、突撃攻撃とかに気をつければ大丈夫。つかみはないからね。焦らず行こう。マキシムトマトも、ちゃんと、あと、残り2つある。行きましょう。ファッティフォエル。くぐるようにね。くぐるように焦らず。で、つかみはないから、最悪ガードして被弾してもいい。こうやってガードしてて、被弾してても、まあ、なんとかなるから。ガードブレイクとかないから、この作品。あー、これ言う、こういう攻撃ね。こういう攻撃がちょっと苦手なんだよな。まあまあまあね。真ん中におろっか。OK! もう OK! よしよしよし。下手な事故はなく。さあ、残り3つだ。あ、いけそうだな、1人でも。割と。あ、割となんかさ、あー、クラック苦手だな。まあ、行きましょうか。ちょっと苦手な部類に入りますね、クラックは。カービィではおなじみなんですけど、割とクラック苦手なんだよな、どの作品でも。まあ、プラズマの力を持ってすればね、なんとかなるとは思いますけど。真下とかに気をつければ大丈夫だから。真下とか、うっ!やばいなー、すげえ嫌な位置にいるんだよな、今。OK! まあ、どういうこと処理して、うわ、ぶね!大丈夫大丈夫、焦らず焦らず、はい !OK! でかい。
残りマキシムトマト、2つの状態でウィスピーウッズ、なんと。いやー強いのはあるよ。でもあの時より明らかに上手くなってるな。だってあともうラストですよ。次ラストですね、あいつです。さあご存知のラストには必ずこいつがいます。で僕はちょっとね、今日のコラボのためにここでセーブさせてください。はい、終わりました。まあでも正直ここで負けたらもう僕の負けでいいです。正直マルクは僕何十回かやってるんで大丈夫です。当時もやってるしスマブラの動きも覚えてるんでマルクは得意な部類に入ります。汗汗いきましょう。来たかマルク、来るぞ。どっから来たわね、マルク。2回やる可能性がある。大丈夫、焦らず、大丈夫、焦らず。弓とかの、あ、これはずっとエルワードです。で一番気をつけるのは破壊光線が来ることですね。で下から出てくるから、まあここはまあ出るときは大丈夫なんだよ。気をつけないたいのは、そう、これは弓飛ばしですね。大丈夫です、見てますよ。で急な破壊光線に気をつけて。はい、ジャンプ。これはエリアルガードでいい。オッケー、大丈夫。マルクも分かってんね。さすがに何十回もやってんだぞ。当時何回やったと思ってんだよ、俺が。破壊光線気をつけて。はい、ダメか。ジャンプ、あ、ミスった。そうか。で、これは引きこずり込まれなければ大丈夫です。つかみ攻撃なんでね。判定はつかみです。で、真ん中行って。あー、ミスった。やべ。あぶね。焦んな、焦んな、大丈夫、大丈夫。あと一発、あと一発できる。あと一発だ、あと一発、大丈夫だ、あと一発だ。あと一発だ、大丈夫だ。はい、終わり、よし。あ、なんだ、一人でもいけんじゃん。